それでは開始しまーす、yeah. 3、2、1。はい、こんにちは。こんにちは。さあさあさあ始まりました、松村さん。はい、どうしました、金城さん。2週目ですよ、ついに。2週目ですよ。はい、改めて、来たことなかった北中グスク、はい、お送りしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、4月10日火曜日、1時30分からの10分間の放送をお届けしたいと思います。はい。改めてですね、2週目なので、この番組の紹介を、じゃあ、松村さんの方からよろしくお願いします。はい。毎週ですね、火曜日、水曜日、木曜日、1時半から10分間の番組と、はい、10分間の放送と、はい、土曜日にはなんと生放送、1時半から30分間ですね、30分間行ってるんですけども、先週はね、はい、本当に初めて僕らがパーソナリティになって、はい、生放送やったんですけれども、30分間のね、もうね、公開、大公開時代、脇汗、ね、バッチリですよ。そうですね、もう、はい、脇にね、荒波がこう立ってましたからね、っていう、まあ面白くないギャグもね、はい、どん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 ぶち込んでいこうと思ってますけれど、そうですね、もう10分間に詰め込みますよ、うん、で、内容といたしましてはどういった内容になってますでしょうか。本当このまま何もないよって言いたかったんですけど、うるせえな、もう。うるせえのかい。いきますよ、はい、はい、まあ、北中グスクのね、はい、魅力的な人とか物とかこと、イベントとかね、そうですね、どん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 この3つをね、テーマにね、はい、はい、ご紹介していきたいと思ってるんですけども、今日は、はい、北中グスクのね、はい、人をテーマにということなんですけど、紹介するんですけど、なんとですね、松村さん、はい、なんと番組始まって以来の初のゲストさん、はい、もう Facebook 見てる方はね、多分見えてると思うんですけど、はい、ラジオ聞いてる方は分からなかったです、ね、はい、ラジオじゃない、ゲストさん、ゲストさんお越しいただいております。こんにちは、はい、こんにちは、こんにちは。はい、まずは自己紹介の方よろしくお願いします、はい、北中グスクさんの記者場青年会から来ました、比嘉成隆と申します。よろしくお願いいたします。はい、成隆さん、ありがとうございます。まあ僕らはね、顔を知ってるんですけど、はい、改めて紹介してもらいました、記者場青年会より比嘉成隆さんお越しいただいております。今日ね、青年会の方、まあ、僕の大好きな青年会なんですけれど、はい、まあ、青年会からなぜ来たかということで、ちょっと告知 PR も兼ねてちょっと紹介してもらいたいと思います。今年の記者場青年会はですね、8月の1週目の土曜日曜に、東北の福島県新地町、宮城県南三陸町にエイサーを届けに行くことができました。皆さんよろしくお願いします。できました。これからしに行くんですよね。あ、そう、今からしに行きます、はい、今からですね、はい、大事です、そこは今からです。よろしくお願いします。このプロジェクトなんですけど、いつから開始してるんですかね。はい、今年の1月ですね、1月の中頃に正式に決まりまして、はい、青年会一同、資金造成だったり、うん、またエイサー演舞をして、またこの出演料をいただいたりとして活動を行っております。おー、はい、まあね、東北に行くっていうことになると、やっぱ資金面もね、結構ね、これがこれってラジオで伝わらない。マネーがね、すごいと思うんですけど、はい、この今回、まあ、何名ぐらいで行って、どれくらいの、まあ、目標額を設定してるのかっていうのもお聞きしていいですか。はい、今回はですね、25名、約25名ほど、予定をしていまして、で目標額はですね、300万を予定しております。300万いきました、はい、あったら何買えるんだろう。そうですね、僕は車買いたいですね。いや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 。その300万で東北にね、ぜひ皆さん連れてっていただきたいと思うんですけども。そうですよね、はい、車はね、また次の機会に。これは自分で働いて買います。お願いします。、はい、まあこの宮城県の南三陸と福島県の新地町ということなんですけれど、まあどういったつながりがあってのその2カ所になるんですかね。2年前に北中グスク村東北エイサープロジェクトというのがありまして、その縁がありまして、またもう一度北中グスク村のエイサーを届けたいということになり、記者場青年会が手を挙げて、今回行けることに、すみません、なりました。はい、じゃあ一昨年は実は行ってるんですね、北中グスク村としては。そうですね、そうですね、って僕、まあ当時僕会長だったんですけど。あれ、じゃあ金城さん行ってるんですね。
っとまあパーソナリティチックな発言で比嘉さんに聞いてたんですけど、はい、実はですね、はい、東北エサプロジェクトのまあ会長ということで、会長でしたこの人はなかなかないです、まあ、しかも、はい、当時は、青年会各青年会の会長さんを集めて、はい、総勢40名で40名しかも500万車2台買いちゃいましたまあまああの時は団体だったので今回は一団体として記者場青年会が頑張るということだったんですけれど、はい、まあ年齢層どういった方々がこの応援しに行くんですか。はい、今回はですね一番下の年齢は高校生ですね。高校生から始まって上は35歳までの幅広い年齢層の方々で、また元気を届けに行きたいなと思っております。はい、上が35歳っていうことなんですけど35歳も踊るんですか。いやごめんなさい35歳はですねやっぱあちら生演奏をしたい気持ちもありまして、地方の方が一番最高年齢ということですね。そうですよね。地方って何なんですか。あ、出た。県外人発言。ナイチャー発言。いやいや、いい意味のナイチャーですよね、僕たち。はい。まあ、地方っていうのはですね、はい、あ、なんで僕なんですか。比嘉さん。ちょっと休んだらダメですよ。はい、そうですね。地方というのはですね、エイサーは太鼓、皆さん多分知ってるの、太鼓叩いて踊るのがエイサーだと思っているんですけど、大太鼓とか締め太鼓、パーランクとかあるんですけど、ね、はい、手踊りとかいろいろあるんですけれども、やっぱりあの流れる沖縄の三線を弾いて、うん、あの歌ってそれに合わせてあの踊り手が踊るっていうのがそれでエイサーっていう、あ、三線を弾いて歌う人が地方っていう、うん、ですね、そうです、歌い手の方々がいます。はい、勉強になりました、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。あちらの現地の方々この地方の生演奏とか聞いて生の大太鼓の迫力ある演舞であったりっていうのがまあ元気励みになったよっていうお声もいただいたので、また記者場青年会さんにはですねそれを上回るような元気をまた現地の遠くの方々に届けてもらえたらと、ぜひね、そうですね、思います。これ資金造成のために募金箱もあると聞いたんですけど、うん、そうですね、募金箱の場所がですね、はい、北中城村役場で、またイオンモールライカムさんの中にあります、北ポというところがありまして、うん、そこの受付事務所とまたその他たくさんあるんですけれども、はい、またそれはあのこちらのなんかホームページに載せていただくということで、もちろん載せますよ、はい、いいですか、たくさんあるのでぜひそちらに載せていただけたらなと思っております。はい、はい、記者場青年会さんのね独自のつながりもあって、北中城村、また北中城村外のところにも設置させてもらってるということなので、ぜひ僕たちのページでの、ね、ね、詳しい情報はそちらでご確認ください、はい、アップしていこうと思います。はい、さあ今年の8月に東北に25名の若者を連れていくということなんですけど、比嘉さん、はい、最後にですねこのプロジェクトの意気込みをお聞きしたいと思います。はい、あちらに元気を届けるだけではなくて僕たちも勉強しに行きたいと思ってますので、皆さんの温かいご支援ご声援の方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。北場青年会比嘉さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや松間さん、はい、ついに第2弾ですよ。第2弾、このトークプロジェクトですね。僕も少し耳には聞いてたんですけど、はい、このつながりを生かしてまた次につなげていくっていうのはとても嬉しいことですね。そうですね、はい、このつながり、また行く時に今回来てもらったんですけど、行って帰ってきてどうだったよっていう報告もぜひ聞けたら、聞きたいですね。面白いですね。はい、はい、ちょうど行かれてるタイミングはね土曜日って言ってたんで、ラジオでもしかしたらつなげちゃいます。生で連れてきたかもしれないですよね。あっちでテンパられてもらう。プロジェクトのことがちょっと台無しになっちゃったらちょっと申し訳ない。ならないように、はい、注意しながらやっていきたいと思います。はい、今日は火曜日人ということで記者場青年会比嘉さん、またその記者場青年会のプロジェクトをご紹介していきました。はい。はい、明日はですね水曜日ということなので、はい、水曜日のテーマは何でしたでしょうか。北中城の。の。ものです、先週はアーサーをご紹介したんですけれども、はい、はい、まあ、今回はね、うん、はい、またいろんなものが ね、はい、ありますんで、北中城の特産以外の面白いことがあったらいいなと思いますので ね、はい、また明日も1時30分からの10分間の放送でお送りしていこうと思いますので、はい、はい、4月10日です4月10日ですね、はい、はい、明日は4月11日水曜日1時30分からですね、
FM81.8MHz でお会いしたいと思います。はい、はい、本日はどうもありがとうございました。また明日もお聞き逃しなくお願いします、はい。うわぁ !3 回目にしたっていうのもまた撮られてるんで。